ファミリーマートは SDGs 活動の一環として2021年から食べきれない食品を回収し、各地域の NPO 法人などと連携して支援を必要とする人に届ける取り組みを全国の店舗で順次進めています。今月、名古屋市の金山駅前の店舗がこの取り組みに参加し、3000店舗を達成しました。寄付の、幅広い方にやっていただきたいと思っております。気軽にどんどん寄付していただけるよう、スタッフの方も声かけから始め、活動の認知、これからやっていきたいと思います。この取り組みで去年8月までに集められた食品はおよそ140トンで、お茶碗およそ920万杯分のご飯の量に当たるということです。